レゴスカップ得点王の2人、ゆうくんとりょうたくんです。共に5ゴールおめでとうございます。ありがとうございます。ちょっとコメント聞かせてください、今の感想は。そうですね、別に得点をどうのこうので別に試合してたわけじゃないんですけど、まあ、楽しく試合できて、こういった得点をもいただけたんで、まあ、非常にいい大会で、いい試合できたので良かったと思います。ありがとうございます。じゃあ亮太くんも。みんなのおかげで得点を取りました。めっちゃ嬉しいです。じゃあ、来年ゆうくんは卒業でもう出れないかと思うんですけど、亮太くん来年は3年で、いや、後輩に託したいと思います。なるほど。じゃあ2人とも本当におめでとうございました。ありがとうございました。